ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙今日は、いつもの映画紹介と違うけど、今日は日本一名言の多い係長の名言ランキング作ったから紹介するぞ。題して、心に刺さった野原ひろし名言ランキング。サラリーマンの名言に誰が興味あるの？バッキャロー。我々が小学生の頃からずっと係長をやっている野原ひろし。熱い言葉を語れば松岡修造か、野原ひろしの二択と言われる現代社会。家庭をもちろん地獄に追われる日々を過ごしている我々だからこそ、ひろしの名言が心に刺さるんだ。サラリーマンなら共感できる名言が多いってことだね。そう。だから今回は野原ひろし名言ランキングトップ10紹介するから、この動画を見た皆さんもぜひ共感してください。あくまで個人ランキングなのでクレームは勘弁ね。じゃあ、10位から6位まで一気に紹介します。第10位。俺は中学時代、空手部のやつと友達だったんだぞ。第9位。自分一人ででかくなった気でいるやつは、でかくなる資格がない。第8位。男らしくなったって、男だもん。第7位。失敗は成功の母だ。どんまい、どんまい。第6位。バロー、女房が怖くてサラリーマンやってられっか。以上、10位から6位を一気に紹介したけど。なんだこれ？こんなので、人の心に刺さるのか？そう言わせないためにも一個ずつ噛み砕いていくぞ。じゃあ、10位の、俺は中学時代、空手部のやつと友達だったんだぞ。これ一見ふざけてるよね？いやいや、これには深い意味があって。このセリフは TV アニメ、ストーカーは許さないぞ、で発せられたセリフで。女子大生の七子が何者かにつけ回されて、怖さのあまりの原家に助けを求めて飛び込んだ。七子を家まで送ろうとするひろしとしんのすけだが帰り道の途中で怪しい男と遭遇。ファイティングポーズをとって立ち向かう時に言ったセリフなんだ。吉本新喜劇で使いそうなセリフじゃん。これのどこが心に刺さるんだ。しれっと格闘技の名前を出してるのがいいんだ。だって襲いかかる方も当然興奮状態だから、相手の言葉の一部しか耳に入らないからね。何も語らずファイティングポーズというよりも、格闘技の名前出すだけでひるんだりするらしいよ。しかも自分が経験しているっていう嘘じゃなく、友達が経験者という正直に語っているのがひろしの人の良さが伝わるんだ。こんな危機的状況でも正直者でいられるのは確かにすごいことだね。だから私はこのひろしのセリフから、どんなに腕っぷしに自信なくても、いざという時自分より弱い立場の人を守る時に少しでも自分を大きく見せる重要性を教わりました。少しでも自分を大きく見せるって、社会に出ても重要だもんね。そういうこと。第9位の自分一人ででかくなった気でいるやつは、でかくなる資格がない。これは、ひょっとして下ネタか。下ネタを名言にするわけねえだろ。これは、映画クレヨンしんちゃん、暗黒たまたま大追跡、でひろしがしんのすけに堤防で語ったセリフ。どういう意味なの？自己中心的や尊大な男って、大概自分一人の力ででかくなったと思いがちになるんだが、人間というのは本当はいろんな人たちに守られて大きくなる。そんな当たり前のことを、理解もできない大人にでかくなる資格はない、ってことなんだ。確かに感謝の気持ちを忘れない人間って尊大な態度取ったりしないもんね。そういう勘違いしている大人は、本当に大人になる資格はないと思うよ。このひろしのセリフから、私は周囲の人たちへの感謝の気持ちを常に持つ重要性を教わりました。じゃあ8位の男らしくなくたって、男だもん。これにも深い意味が。これはテレビアニメ、父ちゃんだって大変だぞ、で語ったセリフ。駅前のハンバーガーショップに連れて行ってもらいたいしんのすけ。連れて行くのをめんどくさがるひろしに、美人がいる、と吹き込んだことで。ハンバーガーショップに連れて行く決心がついたひろし。お前が行きたいと言ったから、というあくまで下心がない主張を述べるが、しんのすけに男らしくないぞ、って言われたことに対する返答で言ったセリフ。いやいやこれって、ただの開き直りでしょ。すっげえカッコ悪いんだけど。甘いな霊夢。一見カッコ悪く見えるが、自分の子供に対して嘘でもいいから、カッコいい親父像を見せつけたいのは親として当然の心理。親のプライドってやつね。だがしかし、子供の目は節穴ではなく、親の嘘を軽く見破るからね。そんな嘘を見破られた時に、まだ嘘をついて見栄を張ろうとする親はカッコ悪いが、素直に謝る、自分のカッコ悪さを認めるそんな大人って素敵やん。確かに子供に対して嘘を嘘で塗り固めるなんて無様な姿だな。子供だって刑事みたいに追求しようって気はないんだから。正直に答えることの重要性をヒロシは我々に教えてくれたんだ。子供思いのヒロシらしいね。じゃあ、第7位の失敗は成功の母だ。どんまい、どんまい。これはなんとなく意味がわかるね。TV アニメ、男の料理を作るぞ、って発したセリフで。ミサエの手抜き料理に不満げなヒロシが、しんのすけと二人で食事を作るのだが、当然うまいこと作れない。それでも最後はなんとか美味しい料理を作ることに成功したんだ。これは失敗を恐れて何も行動できない人には聞いてほしいセリフだね。しかもこのセリフの後に言う、どんまい、どんまい。
と相手を元気づけるセリフを添えてるのがいいんだよ。多分自分にも言い聞かせてると思うけど、そんな気もする。このヒロシのセリフから、何かに挑戦して失敗するよりも、何も行動せず失敗することすらできない方を恥じるべきだと学びました。じゃあ6位のバーロー、女房が怖くてサラリーマンやってられっか。これは、TV アニメ、朝帰りでボロボロだぞ、って発したセリフ。これって心に刺さるというよりも、おっさん連中の強がりじゃん。そうなんだ、世の中のサラリーマンが、一度は飲み会の席で言ったセリフだと思うぞ。家帰って嫁に土下座パターンだな。でもこれって重要なことなんだぞ。え、なんで？ストレス社会と言われる現代、アフター5の酒場の席で、仕事、や、家庭、のことを、一時忘れて規制を上げて明日への活力につなげていく。たまにはこんな時間も欲しいじゃん。全国の共済課の奥方。そういうことなので、たまには多めに見てください。ちなみにこのヒロシのセリフから、何も学んでないな。じゃあ、ランクインさせるなよ。じゃあいよいよトップ5。ここからは、一気に紹介せずに一つ一つ丁寧に心を込めて紹介するよ。じゃあいよいよ第5位。夫の氏家の尊厳男の本能を俺はなく仕掛けていたものを取り戻す。頑張れヒロシ、失ってからでは遅いのだ。長いよ。TV アニメ、父ちゃんのジョギングだぞ、って発したセリフ。ビールの飲みすぎでお腹がぽっこりしてきたヒロシが一年発起して早朝ジョギングを決意して無理な計画を立てて公開したんだが、それでも走り続けたヒロシのセリフなんだ。一度立てた目標を簡単に諦めてはいけないという一家の大黒柱としてのプライドが伝わるね。特にこの、失ってからでは遅いのだ、というセリフ。最近体重の増加が気になるウープ主の心に刺さりまくったぞ。じゃあダイエット始めたの？いや特にまだ。家族失う前にヒロシの爪の赤が出てるよ。このヒロシのセリフから、自分の目的を後回しにしたら、後々後悔することを学びました。じゃあ、第4位。俺の人生はつまらなくなんかない。家族がいる幸せを、あんたたちにも分けてあげたいぐらいだぜ。これは有名なセリフだね。映画クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ猛烈、大人帝国の逆襲、の名セリフ。これは私も知ってる。クライマックスで剣に、つまらん人生だったな、って。言われた時に激怒しながらヒロシが言ったセリフだよね。そう、このセリフを聞いて、人生に大それた野望や大金なんて必要ないんだ。仲のいい家族がいれば、それでいいんだ、って感じた人も多いわず。ちなみに家族でこの映画の DVD 見た時、ウプ主が嫁に家族さえいれば大金なんて必要ない、って言ったら、じゃあ小遣いなくすね、って言われてすぐに謝ったぞ。ヒロシの名言全然活かしてないやん。ちなみにこのヒロシのセリフから、家族を持つことの幸せを学びました。じゃあ、いよいよトップ3の発表です。第3位、しんのすけのいない世界に未練なんてあるか。映画クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶあっぱれ、戦国大合戦、のセリフ。これも有名な名言だね。突然戦国時代にタイムスリップしたしんのすけを追って、自分たちも過去へ行こうと決意をするが、一度行ってしまった過去に無事に帰ることができるのか心配するミサイに言った一言。これは子を持つ親にしたらかなりのパワーワードだね。家族の誰がかけても野原一家じゃない。本当に家族を大事にしているヒロシだからこそとっさに出てくる名言。このヒロシのセリフから、子供は家族にとって宝物だというのを再認識しました。じゃあ、第2位の発表です。何でもプラス思考、それが俺たち野原一家だろう。映画クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ歌うケツだけ爆弾、って発したセリフ。明るい家族って大概プラス思考だもんね。でもどんな場面で言ったの？勤続15年で沖縄旅行に来た野原一家。偶然打ち上げられた打ち上げ花火を見て、俺の勤続15年を祝ってくれたんだな、としみじみに語るヒロシにくすっと苦笑いするミサエ。そんなミサエに対して発したセリフ。どんなに辛い世の中、プラス思考に考えることがいかに大切か分からせてくれるセリフだね。このヒロシのセリフから明るい家庭を築くには家族全員がプラス思考に考えることによって作られるものだと実感したぞ。じゃあ、皆様お待たせしました。いよいよ第1位の発表です。おい、自分の息子が体張ってぶつかってきてんだぞ。それに答えないで何が父親だ。映画クレヨンしんちゃんがチンコ、逆襲のロボ父ちゃん、っての有名なセリフ。正直、このセリフを初めて聞いたとき、両目のまぶたから熱いものが込み上げてきたぞ。父親ならこのセリフグッとくるもんね。父親人生で一度は言ってみたいセリフだもん。普段は子供と遊ぶのをめんどくさがる父親でも、いざという時は全身で子供のやることを受け止める覚悟を持つこと、そしてそれが父親の役割だとヒロシから教わりました。
このセリフが1位だと思った人、多いんじゃない？多分そうだろうね。じゃあ、以上で野原ひろし名言ランキング、ベスト10を紹介したが霊夢よどうだった？どうしても家庭を持つと、子供中心の名言が上位に来るね。以前出した動画で、映画クレヨンしんちゃんベスト5、やったんだけど、その上位と、今回の動画の上位のセリフがリンクしてるんだ。やっぱり名作の陰に名言ありなんだね。そうだな。やっぱり日本一有名な係長なだけあって、我々の心にぶっ刺さる名言を残してくれたぜ。それじゃあ本日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。